山崎工事1月16日隊は、日本の陸上自衛官、第6代統合幕僚長、第36代北部方面総監、第36代陸上幕僚長を歴任した、山梨県西葛町出身、西葛町立西葛小学校、西葛町立西葛中学校、山梨県立吉田高等学校を経て、1983年3月、 防衛大学校本科土木工学専攻第27期卒業。陸上自衛隊に入隊後は、陸上自衛隊幹部候補生学校を卒業し、施設科部隊に配属。2016年7月1日、第36大北部方面総監に就任。統率方針は、任務完遂。要望事項は、氏名の自覚、連磨速応、地域との連携。 2017年7月28日の閣議において、南スーダン PKO 日報問題で隕石辞任する岡部俊也の後任として、陸上幕僚長に任命する宗の人事が了承、発令され、同年8月8日付で、第36代陸上幕僚長に就任。2019年3月19日の政府閣議において、最長の在任期間となった。 河野勝利氏の公認として、第6大統合幕僚長への昇格人事が了承され、同年4月1日をもって就任。大韓民国の牧官元合同参謀本部議長や、マーク・ミリー統合参謀本部議長との三カ国の征服組トップ会談。2019年9月30日、渡米し、大韓民国の牧官元合同参謀本部議長と共に、 マークミリー統合参謀本部議長の就任式へ参加。翌10月1日には参加国の制服組トップ会談を行った。米大三海平遠征軍司令官と握手する山崎陸幕長。ありがとうございます。